皆さんこんにちは、こじこじです。ここ2日間ぐらい30度を超えるね、真夏日が続いているんですけども、皆さん体調の方はいかがでしょうか？僕の方はちょっとね、暑さにやられている感じです。まあ前置きはこれぐらいにしておきまして、今回は前回紹介しました、はい、こちら仮面ライダーガイムゲネシスドライバー、こちらね、はい、オフハウスの方でジャンクで購入したんですけども、540円、動作確認済み、現状販売品ということでね、購入してまいりました。はい、ゲネシスドライバーね、中古でも売っていることは売っているんですけども、こちらのね、この黒い部分、ゲネシスコアがね、ない状態が非常に多くて、今回540円というね、価格で、完全な状態で買えてね、すごく嬉しいんですけども、はい、さてね、こちら、ちゃんと動くのか、動作確認していきたいと思います。それでは、中古ということでね、ちゃちゃっと開封しちゃいたいと思います。はい、まず、はい、ベルトですね。ベルト部分が、はい、右左ね、ついていますね。ここついてないと結構厳しいですよね。で、はい、肝心の本体はこんな感じ。はい、ちゃんと動くようなね、感じに見えますね。うん、かっこいい。ではね、こちら。電池蓋があるんですけども、電池入れていきたいと思います。あー、この辺ちょっと、はい、ちょっとね、この辺やこの辺擦れた感じがねありますね。うーん、まあちょっと磨けば大丈夫かな。はい、電池入れていきたいと思います。電池は単4電池が3本ということでね、ちゃちゃっと詰めていきます。よいしょっと、どこらしょ、よいしょ、ということで、はい、これでドライバーでネジ締めていきます。それでは電池の方もね、しっかり搭載できたので、早速ね、動作確認していきたいと思います。はい、では電源オン。ゲネシスドライバーいや、かっこいいですね。普通に動いて本当に嬉しいです。ということでね、今回は用意しておいたこちら、はい、食玩版のね、メロンエナジーロックシードを使って変身遊びしていきたいと思います。じゃあ変身、メロンエナジー、よく、お、そうだ、はいはい、ちょっとここの LED 長いんですけども、はい、ちゃんと連動しているようにね、見えました。色もちゃんとね、メロンの果肉の色ですね、オレンジ色してましたね。はい、しっかり連動して遊ぶこともできそうですね。レモンエナジーロックシード、こちらでもね、ちょっと変身してみたいと思います。変身、おー、いいですね。しっかりここのね、色がマッチしてますね。ちょっと下長いな、LED。でも、食玩版だとね、音声の時間がちょっと限られているというか、短いらしいので、こんなもんなのかな。ジェリーエナジーロックシード。はい、こちらでも変身。
ぱりした LED 長いですよね。じゃあ必殺技いってみましょうか。必殺技、そうだ、やっぱりしたね、長い長いですね。ちゃんとね使えるみたいで安心しました。最後になってしまったんですけども、こちらのね上のボタン、こちらの上のボタンを押すことによってね、このゲネシスドライバーコア部分をね、はい、ちょっと硬いんですけども取り外すことができるはず、できる、はい、できましたね。はい、これをね、あの戦国ドライバーにセットすると、あのジンバーレモンとかジンバーメロンとかに、ね、なれるというね、はい、魔法のアイテムですね。この部分がないね中古商品多いですよね。この状態、この状態何して遊ぶのっていう、こうねロックシードもこうつけるとこないし、つけられないしね、何も遊べない状態になっている、このパターンのゲネシスドライバー多いですよね。ということで今回はオフハウスでジャンクで購入しました仮面ライダーガイムデラックスゲネシスドライバー動作確認してきました。僕食玩版のねあのエナジーロックシートしか持っていないんですけども、一応ねあの4種類試したところ、無事にねあの連動して遊ぶことができました。はい、正直ねこれはすごくね楽しいです。発売当初にね買っておけばよかったとね今更になって後悔しています。全体的にねうっすらとした擦り傷はあるんですけども、あの深い傷とかなくてね、あのほぼ綺麗な状態といって問題ないですね。子供さんが使うとねかなりめちゃくちゃな状態になってね売ってたりするんですけども、そこまで汚くない、うん、それなりの、はい、綺麗さといった感じですね。仮面ライダーガイムの変身ベルトはデラックス戦国ドライバー、デラックスゲネシスドライバーともにね劇中に複数台登場していまして、戦国ドライバーはあの量産化が進んでいまして、適性があればね誰でも変身できるといった形になっていてね、非常に夢があるね変身ベルトじゃないかなと僕は思っています。適性があればね変身できる量産型ベルトってね、なんか妄想に浸れるというかね、夢がありますよね。僕が仮面ライダーの登場人物でベルト拾ってね変身したら何がしたいんだろうみたいなね、そんな夢があって非常にね僕的には好きです。こちらの一応ねゲネシスドライバーもミッチがねメロンエナジーロックシートとゲネシスドライバータコトラ兄さんから奪ってね残月真に変身していたので、多分適正さえあれば誰でも変身できるはずなので、僕がねもしも残月真に変身できたら、はい、夢が膨らみますね。ということで今回の紹介は以上です。次回はねマッハドライバー炎、はい、動作確認したいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。